こんにちは今日は「つれずれ草を読むの」のシリーズ178回になります。取り上げますのは第弾前回は「177段」というのがどうも言いにくいので「178段」と読みましたけどもこちらの場合は第「第177」「178段」。 といいいうう方ががななんかいいような気ししてきましたねでも相変わらず迷っていまして果たして昔の人はこれをどう読んだのかっていうのはね本当に、えー、7と9ですね7と9なんですけどね7段8段9段その辺がねどうも分かりません。<laughs> どれがいいか自分の 気分,で読み分けえねこのシリーズは「つれずれ草」243段ありますがそのつれずれ草を1段ずつ取り上げて声に出して読む時どういう手がかりが必要かというのを下調べをして読んでいくと。でついでに,声,に声を出して読むために必要な 手がかりになる区切りですとか最低限のあの文構造ですね主語は何なのかとかね何があったのかぐらいを内容の解説ではなくどう書いてあるかというのを解説をしていますで、その目的は皆さんに声を出して読んでもらいたいんですがねで、自分でも実際にどういう 手順で声に出す準備をしているのかというのを自分で確認する意味もあるんですけどもそれが何か皆さんのつれずれ草アプローチの参考になればいいなと思ってずっとやってきました残るところあと、うん、64段かな。うん <laughs> 66段ですかねそのぐらい残ってるんで3分の2超え得たろうと思ってますけどもで使っているテキストはこの頭の上にあるイ文庫のワイド版っていうやつですこれはね字が大きくて便利なんですが、えー、画像で表示をするとなかなか小さいですけども是非皆さんあのお求めになって、えー、手元に置くと字が大きいですから、えー、目がだいぶ衰えてね 読みやすいだろうと思っています。で、このテキストにはあ現代訳というのはありません。現代語訳というのはありません。で、現代語訳っていうのはもう完全にもう解釈なんですね。そのか訳した人のね。ですからある意味ではつれずれぐを原本にしたリライト版みたいなもんで。 原文そのものの味わいからはそれだけ離れているでしかしあの声に出して読むということは原文そのまま読まなくちゃいけないですからね原文に近い理解ができるだろうとでしかもあの声に出すというのは個人的なものですからねその人個人個人の気持ちの動きとか何かが声に自然に現れるんですね。 分からないい人は分からないなりの文字を読んでるような読みになるしこの内容の内容を感情で感じている人はついつい気持ちが動いて読み方が少し変わって感情が微妙に入ってくるのが中身を理解した証拠なんですけどもねそういう意味で、えー、繰り返し私何段かでも言ってるんですけどオーラルインタープリテーションと言ってます。 声に出しててみるるとうーんとうんんかってくるんですねただ目で追ってるのと違うのは声に出すということでその中身の理解が生まれるのを今言ったオーラルつまり口頭解釈って言ってますでそれの可能性を私自身がこうやって確かめているあのただつれづれ草もね目で追って読んでる限りは目で追って目読してる限りはね なななかなか中身入れないですですから同じところを音読の場合には何度も何度も言葉を一言一言言いながらね区切りながら読んでいくと意味がつかめてくる。ちょうどあのー、本を読み始めたちっちゃな子どもが中身をつかんでいくようなねそういうやり方が大人であってもテキストが違えば。 特に700年前のこんな「つれづれ草」を読む場合にはなおさら必要になってくる。である意味で読書っていうのはその繰り返しなんですよね。うん、一回読んであるいは一回読み方分かっちゃったよとでその読み方を固定してあらゆるものをそうやって読んでいくのではなくて特にあの古文っていうのは省略も多いし文の文章も よじれとかまあ、省略がありますんでね現代風の文にはないようなあ解釈の難しさがある理解解釈以前にも理解ですね何がどうだっていうのを理解することもなかなか難しい主語が省略されたりえ助詞が抜けたりするっていうのもう珍しくありませんのでねだから逆に、えー、つれずれ草を読むというのは頭の訓練になるし えー、その読むたびに何らかの成長があると思います理解,理解力の成長と言いますかねだから分かりきってもう読みやすい文章いくらでも読んでるとお粥を食ってるようなもんでね、うん、まあ古文読むっていうのはあのー、米で言うと玄米食うような噛か噛んで噛んでしっかり何度も何度も噛まないと見えてこないような。 そんなものが見えてくる面白さもあるわけです。と色々喋ってますが、最後に私が通して読むんですけども、こういう話は面倒くさいやと思う人はあの飛ばして、えー、この動画の下に何分何秒と書いてあります。それが私の最後のまとめの読み始めの時間何分秒ですから。 面倒くさいと思った人はそこへ飛んで私が読み上げるのを聞いてくださるとまあ,ありがたいと思います。そして画像を止めて声を止めればこれに印がついたものが残ってますんでねその印を参考にすると随分読みやすくなると思いますんでそれにご期待ください。というわけで私も手を入れていきましょう。 第178段17第178段第178段第178段現代風に言うとね178といった方が分かるんですが数字を現代で中身はこぶんだよっていう解釈もありえますね。 第178段と読んどいて「あるところのサブ侍」と、うん。で段数まで健子さんが思っているかというとこれも実はあの古文の解釈としてね誰がこの段を振ったのかっていうのはあるわけですよ。でこれ考えてるとね、えー、健康さんが書いた実質本っていうのはどこにあるのかみたいなねそういうことを研究されている方もいる。 だから文献っていうのはね大変なもんなんですけどそこには立ち入りませんでは、えー、第178段そっちで行こうかさあ次ですね誰が出てくるかを見ましょう書き出しのところ今段落の印つけたけどもこれは一段落だからつけなくてもいいですなあるところのサブライドもです サブライですね、うん、この時代まあ鎌倉時代かあるところのサブライドもサブライがいたんです <laughs> まあまた考えると当時の侍とは何かとかねいろいろ面倒くさいんだけど、うん、内こ所の御神らを見てと内こ所っていうのはね天皇がいるところらしいですわなうんそこで岡倉をやったと。 まあ今で言うと、あのー、踊りですわねその御神楽を見てで踊りもね神楽,神楽っていうのは踊りって要するに観客がいてそれに見せるというよりはみんなで揃って神に捧げる踊りをするんだとそれを見たんですね。 人に語るとて、喋ったんです。何を喋ったかというと、宝剣オバ。その人ぞ持ち持ちたまいつる。宝剣オバその人ぞ持ちたまいつるです。で、このつるがアクセント、止めのアクセントはくくってアクセントを打ちます。 その人っていうのは、これはね、天皇が舞いを舞ったんだろうね。その人、名前を伏せてんですよ。宝剣をば、宝剣というのはね、この内示どころは、確かあの三種の神器って言いますか、えー。天皇の印である、あの刀。刀と。その刀だと思いますね。草薙の剣か。宝剣を天皇が持って、持っていたよ。 ってうんで宝のその天皇の印であるその刀そいつを持ってた御神楽ですね神楽でねそれを持って踊ったなど言うを聞いて誰が聞いたかというとこれが侍が言ったのを内なる女房の中に中女房が言ったんです。 うちなる女房っていうのは内心どころ天皇に仕えているその御殿というかそこにいる女性ですわね。でその中に中にでこれ「てんてんてん」なんだよ。でこの辺がさっき私がねじれと言ったのね。だから現代文のようには中にどうしたんだって。中にいた人がみたいな省略があってね。 なる女房の中にいる人がどこへ来るかという忍びやかに言いたりしなん「言いたりし」なん「言いたりし」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 「たりし」「の「他にアクセントを打って「し」で止めようか微妙なんですけど私のやり方は「言いたりし」「言いたりし」あ逆だなえー イータリシのタをアクセントつけて高いアクセントつけてイたりしでシでしっかり止めるなんて言ったかというと別殿の行号にはこれもね歴史的な何かあるんですが内しどころの本殿とね本殿と別殿みたいなのがあるみたいですね内しどころっていうのは要するに 儀式なんかをやるところらしくて別殿っていうのは日のこのううんです宝剣だよとこの侍は見ていやあの,あの宝のあの剣を持ってたところがこの女房使えてる人はよく知ってるから日の御座の御殿にいてこそあれっていやあれは違うんだと。 本当の宝剣ではないと、なんだと。にてこそあれですね。にてです。あれは本当の剣じゃないんです。あの踊りに使うのは。でね、別で、どうも。本当のところじゃ、別での行行行っていうのは天皇が出てくる。そこでは、日のご座の魚剣にてこそある。だから、奥にしまってあるんでしょうかね。宝剣っていうのは。と。 忍びやかにこれがポイントだと思いますね忍びやかに言いたりし忍びやかだかだら侍が武士が語っている「いやあの刀持って出てきたよ」って言ったんだけどもそれを「いやあれは本当の刀じゃないんですよ」と忍びやかに言ったと。心憎かりきですなかなかいいと。小声でひょいとねあれは違うんですよとふって言った。 それがなかなか心憎かりきっていうんですねしゃれてるというかやっぱり心憎いんですね <laughs> これもね訳しちゃうとつまんないし心憎いとしか言うない,いやそういう言い方すんな心憎いねと。でその人というのは内なる女房ですね言った人古き内志之助なりけなりけるとかやとかや でこの「とかや」のあとも「てん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 」言うもんだというね含みがあるんですね省略がありますねとかやその人は多分こ,んこういう人だろう古き内志の助なりけるとかなりなりなりけるとかやというなんだそうだと。要するに ななかかかできた人というかねその女房の中でも位が高いというか非常に優れた人とかねそういう含みで言ってるんでしょうね。うん、だから、えー、武士から見ればもの物を知らない武士とちゃんと天皇に仕えているその女性たちのね、うん、知識レベルというかな。 サブライっていうのはなんか「いや宝の宝剣を持ってね」っていうふうに言うのがちょっとものを知らないなっていうのをチクッと指摘するわけですけどそれが忍びやかにね静かにあれは違うんですよって、うん、そのそのなんか奥ゆかしさみたいなものでその人は実は優れた地位にある人なんだよっていうねそういうことなんでしょうな。 うん、でこれも最初に言いましたように歴史的な、えー、背景で事実認識に行くとねどんどんそういうとこに行ってしまって内視のつけとは何かとかね何、えー、だうちなる女房というのはどういう人かとかねまあある程度は知らなきゃいかんのでしょうがつまりこの文章のポイントっていうのはまあ武士の知って かとよく知ってる人はね忍びやかにポツンあれは違うんですよっていうふうな言い方をするというねその比較が、えー、健子さんは気に入ったんでしょうねでそれを比較しているとそういうことだと私は解釈をしましたではまとめで読んでみます第178段。 あるところのサブライドも内しどころの御神楽を見て人に語るとて「宝剣をばその人ぞ持ちたまいつる」など言うを聞きてうちなる女房の中に別伝の行合には日のご座の御犬にてこそあれと忍びやかに言いたりし心憎かりき。 その人古き内志之助りけるとかやというわけです。というわけです。なかなか微妙にねあの事実関係がどうも引っかかってまあだけどおおよそのこのサプライトうちなる女房の一人の人のね対比というのが面白いなというふうに感じました。 というところで皆さんもあのぜひ声に出して読んでみてください。というところで終わりにいたします。ありがとうございました。